皆さんこんにちは、ゆっくりヨウムだにょん。マリサだぜ。本日は2023年3月15日に行われた、第94期ヒューリック杯棋聖戦。渡辺明名人と、藤井猛九段の一局をお送りします。さて、藤井聡太棋聖への挑戦権をかけ、16名によって行われる決勝トーナメント、初戦からまさかまさかの夢のカードが実現したぜ。まさかとは何ですか？まるで天帝がここまで勝ち上がると思わなかったような、そんな物言いはやめてください、プンプン。まあそれは置いておいて、お互いのプロフィールを確認しておこう。まずは先手の藤井猛九段。はぁ、あ、はぁ、あ、1970年9月29日、群馬県沼田市出身、西村和義九段門下の52歳、今期竜王戦2組、順位戦 B 級2組、タイトル戦登場7回で竜王を3期獲得、一般棋戦優勝8回、みんなの天帝、むしろ私の天帝、飛車が試験に移動するだけでみんなの体温が1度上がる、その言動、その所作、その一言が、将棋ファンにとっては何よりのご褒美、今年はここまで17勝11敗の勝率6割超え、やはり何度も蘇ってこそのスーパースター、元祖投げ屋、藤井猛九段です。近年は中飛車に三間飛車、戦型にバリエーションも増え、藤井ワールドに広がりが見えているな。本日は先手、どこに振るかも注目だ。というわけで続いて、後手の渡辺明名人。1984年4月23日、東京都葛飾区出身、初志和春七段門下の38歳、第80期名人、今期竜王戦1組、タイトル戦登場42回で31期獲得、一般棋戦優勝11回。もともと競馬やカーリングなど、多彩な趣味をお持ちで、日本全国活動的に走り回っている方ですが、最近は棋士仲間数人と、マラソン大会に出場するようにもなり、サウナを楽しんだりと、趣味の幅もますます広がっていますね。そして何より驚いたのが、なんと虫を怖がらない事実が判明。マジか。マジっぽいです。渡辺名人といえば、奥様の漫画でもたびたびネタにされるくらい、虫嫌いで有名なのですが、何やらその弱点も克服されつつある模様。まさかの情報で驚きを隠せんぞ。いや本当に。そんな万全の体勢で臨むこの勝負、どうやら名人に隙はなさそうですが、天帝はどう組み立てていくのでしょうか？結局天帝目線になるんだな。えへへ。なお、このお二方は過去23戦、渡辺名人7勝、藤井九段6勝と、拮抗しています。かなり見どころ多い勝負になりそうだ。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カミョン。今回はヨウムが先手、藤井九段。マリサが後手、渡辺名人だぜ。それでは、お願いします。さてと、最近、いろんな振り飛車に挑戦している私ですが、今日はどれで行きましょう？そうだ、そういえばこんな戦法を使う若者がいましたね。ちょっと試してみましょうか。78飛車、初手78飛車戦法です。おっと？3四歩、これは郷ひろしが喜びそうな出だしだな。ふふ、48玉、そもそも、かなり優秀な戦法ですからね。1四歩。四間飛車がかば焼きなら、無駄のないこれは。1六歩、いわば、うなぎの白焼きといったところでしょうか。8四歩、何を言っているのかわからんが、対抗形で行くぞ。3八玉、もう、釣れないですね。ひとまず王様を安全なところに囲い込みますよ。4二玉、では、しばらく駒組みだな。7六歩。6二銀。6八銀。3二玉。2八玉。囲いが完成しきる前に一旦、8五歩、飛車先をついて、装填を作る。7七角、角で受け、様子を伺います。3三角、角交換は挟まず、持久戦模様にする。3八銀、振り飛車の王道、美濃囲いを準備です。2二銀。5八金左。5二金右。戦闘が始まらないうち派、囲いを発展させ、4六歩、美濃の弱点を補っていきましょう。では私も、2四歩、上部に手厚く、金冠無理へ発展させる。4七銀。2三銀。山形に金銀を並べる、木村美濃です。3八金。最近は、山本四段がやったりしてますね。5四歩。振り飛車との相性が良く、振った飛車と角、そして中央の制圧を軸に戦う戦型です。5六歩、早速、中央に装填を作っていきましょう。2二玉、先に王様を入城させて。その瞬間、3三角成、角交換で持ち駒を作ります。
同桂、桂まで取り、全身の手とするぜ。77銀、角を手元に置き、改めて駒組み再開です。32金、本物の愛する銀冠が完成だ。88飛車。74歩。66銀。64歩。さて、王様は木村美濃に囲い、8筋の飛車先は向き合うようセッティング。対抗形での戦型はある程度組み上がりました。あとは9筋の端を突くかどうか程度ですが、正直、角交換型となった今、そこまで気にすることはないでしょう。よっしゃ行きますよ。7号歩、装填に火をつけ、戦いを起こします。6号歩、歩は取り込まず、銀に当ててかわしていく。同銀。銀が上がれば隙間ができて、角のラインが。44角、先手の飛車に直撃だ。ここは対抗し、66角、角を合わせ、手順で歩を進めます。同角。同歩。ここで歩を取り返し、銀を牽制しながら。7号歩、持ち歩を作りつつ圧力をかける。54銀、銀を進め、歩得の状態にします。86歩、飛車先に傷を入れ、手を作ろう。同歩。浮いた隙間に貴重な歩を打ち。87歩、取れば76角が激痛の一手。78飛車、当然取れるわけもないですね。86飛車、歩切れを解消しながら、と金作りを狙う。7号飛車、私も、竜作りを匂わせ激しく行きましょう。88歩なる、無視してと金作りを優先、攻め合い機運だな。9号角、飛車に当てつつ、6に家なり込み、竜を作ってのガジガジ連携を狙います。87飛車なる、出たな、駒損を厭わぬガジガジ戦法。72飛車なる、さあ、竜を作っての殴り合いですよ。だがしかし、73歩、歩を打ち、低コストに角のラインを切るぜ。ならば、53銀なる、抑えの銀を飛び込み、金駒の連携をぶった切ります。同銀。金銀交換なら駒の損得はないようなもの。52竜。残した銀を引いてしまえば。42銀、王様へ続く道が詰まってくるな。むむむ。77金、攻めが手詰まり気味なので、守りに手をつけます。85竜、竜を逃げながら角に当て、手番は渡さない。86角。再び自陣に手を戻し、硬さを補強だ。31銀打つ、後ろを万全にしてこそ、前で存分に殴り合える。むむむ、これはかつての剣士を背景に、全力で殴りに来る、渡辺又郎そのもの、ガッチガチに固めた後手陣が、あまりにも硬くて手がつけられません。少なくとも、手駒に不死かなく、攻めのパターン不足と言わざるを得ないのは悲しいところ。ここは攻め駒補充に。82歩、桂馬を取りに行きましょう。だが、それでは。78と金、攻め合いの速度が足りるかな？ぐぬぬ。87金。唯一の持ち駒、角を有効的に使い、69角、駒損を厭わず先手陣を破壊するぜ。これは、59金、まさかのガジガジ返しですか？何を返すのかはわからんが、47角なる、思い切ってぶった切り、陣地を壊すぜ。同金。桂馬を補充し、攻めのパターンを増やそう。89と金、中距離からの飛び込みに使えるな。64角打つ、角を連ね、42へ集中攻撃の構え。51銀打つ、竜に当て、追い払いながら囲いを補強、金銀5枚、徹底的に反抗するぜ。ちょ、これは硬すぎる。61竜、何なんですか、この要塞は。82竜、さすがに攻めに使う駒がないので、守りにリソースを割き、先手の攻めを刈り取って、その攻めをくじいてしまおう。1号歩、引かぬ、こびぬ、帰りぬ。52銀。竜は捕まりましたが、こちらも返して。83歩、銀の丸損か、竜の交換を迫ります。61銀、足元の竜を払えば、大きいと見た。82歩なる。強者を回収し、ここも攻め駒補充。99と金。中央に重厚な壁があるということは、裏を返せば、端から逃げる道がないということ。14歩、この端攻めに全てをかける。だがしかし、3号桂、歩と強者だけでは火力不足、その間に私が攻め切ってみせる。48金引く、金を取られると、王様の孤立が進んでしまいます。25香、玉頭に火力を集め、押さえつける。ぐぬぬぬ、38玉、中央へ逃げ、再起を図ります。2が3、27香なる。49玉。5筋を押さえ、先手玉の退路を切る。57歩。飛車を打ちされないよう、相手の打ちたいところに打ちましょう。28歩。それを取り込み、39飛車の詰めろをかける。どうなり香。垂れた歩を払えば退路は開けます。
高7金、まだまだもう一粘り。しかしそれでも、19なり強、攻めの根元を、容赦なく刈り取る。なんてひどい。4一飛車。勝負にひどいもクソもあるか。2八飛車。今度は飛車自身で先手玉を押さえつけ。6一飛車なる。桂馬の援護で上から押さえれば。4七強。逃げ場はなく、耐えられないだろう。たとえ今取った銀を打ち、合駒としても。イカボテ同香なる、先手同金、後手4七銀に。先手同金よる、後手同桂なるが強烈で、ここから守りきることはできそうにありません。かといって、後手陣はとても分厚く、私の攻めも届かないでしょう。やはり固く囲った鍋名人の陣地は堅牢で、その攻めは細くとも、喉元に届きます。さすが現代の名人、お見事な勝負術でした。負けましたー。ありがとうございました。穴熊のような硬さ、現在のバランス型に移行する前の、かつての渡辺竜王時代のような、硬い守りをバックにした、遠慮のない強い攻め、そして枚数は少なくとも、現地調達して逐次投入するような、いわゆる切れることのない細い攻め、鍋名人らしい、容赦ない将棋でしたね。三間飛車に木村美乃という、近年再び注目を浴びるようになった、昭和の囲い、中央への攻めと守りを意識した、攻撃的囲いながら、左辺で飛車を退治し、捌き合いに持ち込み、お互いに角を持ち合う、という展開だったんだが、先手の仕掛け、7五歩に対し、冷静に銀を咎める、6五歩で対応、足がかりを作らせず、空いた隙間に角で睨み込む、という、綺麗な返し技が決まったな。ここ果て順で角を交換し合い、先手の歩を進ませることで、王様を睨むラインに角を打ちづらくなり、桂馬の活用がしやすくなったのが印象的だ。歩が邪魔で、斜めのラインで後手玉を狙いづらくなっちゃいましたね。さらに、受けの手筋が素晴らしく。今度は、竜を作り合った後、先手の角のラインを歩で受け止め、竜と角のゴリ押しによる、寄せの体勢を、軽くいなしていたな。細い攻めをつなげる、という評価が強いですけど、その背景には、確かな守りの体勢と、どこまで駒を渡しても大丈夫か、という、確立された読みがあってこそなんですね。そして、固い守りを体現するような。後手陣の要塞には、正直げんなりしました。先手からしたら、絶望の壁だな。まるでマジの線に正面突破を図るような、そんな気持ちだったろう。まさに、心を売りに来た守備でしたね。この結果を受け、渡辺名人は、決勝トーナメント2回戦進出、次戦は羽生九段、斉藤明日斗五段の勝者と対戦だ。世界のレジェンド羽生九段に、先日、順位戦昇級を果たしたばかり、勢いのある明日斗五段という、どちらも強豪の組み合わせ、この対局も楽しみですね。さあ、それではこのあたりでお開きにしましょう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いするにょん。さあ、それではこの辺で。バイバイキン。